どうもおはようございます、イーセルです。ちょっと最近気温が下がってきましたね。また、まあ、すぐどうせ上がるでしょうけども、最近はねハンバーグも買いましてね、冷凍のやつ使いやすくていいですね。安いですし、1食40円ぐらいで、まあ、400円ぐらいで 10個入りなんでね、もう冷凍で保存できるんで、まあ、そのために霜を取りましたから、冷凍庫の、外食もねもう1ヶ月ぐらいしてないです。京都にね行きたいなと思ってるんですね。また、京都もいいですし、まあそれ以外まだ行ったことないところもいいですしね。京都はまたちょっと定期的に行きたいと思ってる。まああと夏の予定としては、夏恒例として、まあ私よく行ってますが、まあ、大阪の南部は結構いいリゾート地だとちょっと買いかぶってるんですが、実際ねやっぱり海があって、なんかその田舎風景が良くてね、とりあえずは運動週1絶対しないとちょっとまずいんで、どうしようかな、まあ、大阪日本橋になんか安い遊戯カードないかなって見たついでに、どっか堺の方にも行こうと思います。行ったことないとことかね、あとイオンとかあるんで、イオン好きなんでね。というわけでちょっとどっか出かけたいと思います。はい、皆さんもね頑張って倹約とかしてお金貯めていきましょう、今後もね。はい。